六代目あれ君だけ他の部屋にも誰もいなかったけどみんな爆弾事件の捜査中ですああ例の予告状のやつかいたずらじゃなかったのそれでも放っておけないですからこちらにかかりっきりで他の仕事も止まっているんです 俺は郵便局に派遣されていた。